き米国連大使元補佐官パウエル氏起用を検討というね、続けて深入りまいりましょう。はい、これね驚きなのはね、ディナ・パウエル氏、はい、私の4個下なんですよ。だいぶ年下です。まだお若い。はい、うん、この人若いですけどね、はい、めちゃくちゃ優秀なんですよ、ね、すげえ優秀なの、ね、しかも美貌の持ち主でね、はい、よく見ると、うん、ちょっとこう中東系な感じしません？顔は。まあおっしゃられるとそういえばという具合ですね。この人ね、エジプトなんです。そう、エジプト系アメリカ人で。そうなんですか。でなおかつねコプト教徒なんです。はい、キリスト教のね、あの一派ですけど、はい、あのコプト教の、はい、エジプト系の、国連大使の、まあ、一応起用を検討されている人ということです。ですからね、国連大使にも持ってこいですよ。あの中近東について、あの詳しいですよ。実はあのトランプ政権の最初の1年間もね、副補佐官やってましたけれども、はいはい、主に、中近東のポリシーをあの作っていたわけですよ、でトランプ政権の中近東に対するポリシーが結構うまくいってるわけですよ、今は。あの民主党は違うこと言うけれども、でもね、うまくいってるわけですよ、ですからあの、オバマ政権は中近東について手が出ないような、本当にどうしたらいいか分かんないような感じだったんですけど、戦略的忍耐ですか、うん、でそうで、トランプ政権になりますと、あのクシュナー自体がユダヤ教だし、はい、あのイバンカの旦那がね、旦那さんですよね、うん、がそうなんだし、であの私たちの目には入りませんでしたけども、この人もいました。あ、うん、ですからね、あのかなりうまくいってるわけですよ、うん、で、まあ、彼女になればいいなって、まだ決まってないんですけども、ブルームバーグではね、この人を報道してますね。あ、ちなみに前任のニッキー・ヘイリーさん、はい、彼女も、多分私と年そんな変わらないんですけど、若いですよ。若いですよね、彼女はなんとインド系なんです。インド系からエジプト系へと。そうですか、はい、でニッキーはもうすごい、あの、まあ、なんていうんですか、女性なんですけどファーストネームでニッキー大好きなのはウィーラブニッキーですから、ニッキーすごいんですよ、国連の場で、国連でもロシアの大使、お前は嘘つきだとか言ってバンバン言ってすごいんですよ。あんな美人にゴラー言われたら、多分もうあいつポキン折れてると思うんですよ、ロシアの国連大使。チャイナのやつとかもこの嘘つきめみたいな感じで、もともとノースキャロライナ州だっけ、あの南部の州のね、あの知事だったわけですからね。そこ、そのアメリカの南部で女性が知事だということは彼女初めてなんじゃないの、多分。だからね、バリッバリのアメリカのその保守の王道言ってる人です。それで素晴らしい実力があるので、僕はね、大統領候補にでもなれると思うんですよ。ポストトランプにヘイリーがいない。マジですか。ヘイリーさん、僕はね、それぐらいの実力があると思うんですよ。で問題は本人にその意欲があるのかどうか ね、 なるほどね。2週間ぐらい前に、あの FOX ニュースでインタビューがあったんですけども、はい、その時に、国連大使以上のポストを目指しますかという質問に対して本人は、いやいやいや、今ので満足してますって、こう言ったんですよね。それで今日辞任するわけでしょ、で、うちの女房は言ったのよ、で、じゃあ2週間前のあの話が何だったのって、違うのよ、あの時に2週間後に辞めるつもりですって言うかよ、本当に。ちなみにあの今モニターに、ね、映ってるこちらの日経平均ですね、1972年生まれの今年46歳です。年下です。全然若いですね。はい、さっきの、ね、パウエル氏は、ね、73年生まれなんで、ね、あの日記さんの1個下ですね、はい、で私69年生まれなんで、だいぶ下ですね、もうあのちょっと中学校かぶらないぐらいまで僕が小6の時に小3だった小3だった子とか小2だった子がもうなんかもう全然今もう本当に抜かせないです。もう日記には勝てないですもう日記部下でいいや俺。 ですからね、はい、女性であるということは時代にあの時代にとってはすごいのいいことなんですけども、女性であろうが男性であろうと、あの誰にも負けないような活躍をしているお二人なんですよ。もうね、ですからね、まあ、あの幹部ニッキーさんの次に、うん、ディーナーさんですか、がいいんじゃないの。そうですね、いやでね、我々が推してるんですけどね、そうそうそう、トランプさんがどう決めるか分かりません。これ多分アメリカンリベラルがね、これ、キーって言うかもしれないですけど、ものすごいダイバーシティじゃないですか、これ。そうですよね、女性だし、いやまさに多様性そのものね。しかもインド出身でコプトでしょ、インドとエジプトで、でしょ、
これすごいことですよ、うんね、日本でもこれぐらい大胆なことやった方がいいんですけどね、やっぱ女性の政治家でここまでやっぱ力量がある人ってなかなかいないですよね。それで忘れてはいけないことですね、国連大使っていうのはね、あの上院議員の承認が必要なんですよ、最高裁判事と一緒なんでね、はい、であのつい今週最高裁判事が決まったのは決まったんですけど、民主党はまだ怒ってるんですよね。強行採決みたいな感じだったんで、もしかしてただ怒ってるからといって反対するかもしれない、でも今のうちだったら共和党は過半数を取ってますんで、女性だし、はい、別にスキャンダルあるわけでもないんでしょ、はい、これ民主党反対しにくいですよね、女性でね、あのとても反対しにくいです、もう中間選挙の前で、はい、の前にね、はい、それ反対するのはすごい難しいと思いますよ、ね、どうせ私が女性だからですよねみたいな感じでパウエルさんが言えば、はい、だからスッと取るとは思うんですけどね、どうせ私がエジプト系だからでしょ、うん、みたいな、うんはい、逆手にとってね、逆手にとって、はいはい、私ね、あのすみません、一個思い出したんですけど、高校の頃留学してる時に、友達ユダヤ系のやつがいて、それで遅刻しまくって、全然呼び出されて、であのディテンションホール行けって、あの要は、うん、あの残り勉強しなきゃいけないんですよ、はい、罰で、はい、で行かされると聞いて、もう先生分かりましたと、どうして先生が僕ばっかりそうやって怒るか分かりましたと、どうせ僕がユダヤ人だからですよねとか言ったら、ノー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 とか言って、行かなくていいよって、そういうのに使っちゃダメよみたいな、そういうことやっちゃうんですよね。そういうやつがいたんですよ、80年代のアメリカでも、そういうやつがいたんですよ。どうせ俺が Because I'm Jew みたいな感じで言ったら No, 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 I don't mean that みたいな感じでそれで OK と You don't have to go to a detention hall もう残弁行かなくていいよと言われて行かなかったっていう話を聞きまして、なるほど、使えるなと。ダメですよ、ダメですね、そういうの、ダメですよ、そういう時武器に使っちゃうね、プロ市民的なやつが高校生でもいるんだ、それはいけませんね、それ被害者ビジネス以下ですわ。僕でもないやつがいたんですけど、ユダヤ系の高校生です。なるほど、ちょっとユダヤ人が多いエリアだったんです、僕はニューヨークの近くだったんで、はい、本当は国連大使にイバンカさんを使いたいんですけど、あのそれはダメですね、親族はダメなんです、法律で禁止されてますんでね、僕も明確に否定したんですよね、トランプ大統領は、はい、あの今日の記者会見でそれ、彼女はなしと、あの非常に優秀な人物ではあって、使えれば使いたかったんだけども、それは法律では禁止されてるからそれはなしと、はい、なるほど、言いました。ということは、あのシンゴジラで石原さとみが来るっていうパターンはないはずですよね。ね、そうです、あれその例えはあれはあくまで映画ですから、あ、そうですか、あのパターンは、いや、あのなんか意思決定の過程とかね、あの陸幕長の織木さんがなんか全部監修したらしくて、はい、非常にもう、あのいかにも、あ、もう本当にゴジラできてああいうに対応しますって言われてるんですけど、はい、石原さとみだけはフェイク、はい、あれはない、まあ、あの英語のセリフ回しもね、いやもうね、石原さとみの英語がひどくてね、本当に、ね、申し訳ないんですけど、もうちょっと英語上手い人にした方が良かったと思うんですよね。吹き替えで良かったと思いますよ、あれ。吹き替えればよかった、うん。そこはまあ映画ということでね。もうちょっとリアリティ追求してほしいですよね。まあ、いいですけどね。そうなんですよ。いや、アメリカのドラマ最近ハマって見てるんですけど、最近ね、そうそう、あのアメリカの弁護士といえばケントさんですけど、スーツってドラマあるじゃないですか。あれ見てます、今。シーズン3まで見ました。結構面白いですね。で、今度なんか。あ、そうなの、あ、全然見てない。で、日本版リメイクが出るでしょ。同じスーツってね。いや、もうこれ絶対ダメだと思うんですよ。あれはリメイクなんですか。リメイクだと思います、日本風に。そうですか。まずあのアメリカとあの、デュープロセスって、まあ、要はその法廷手続き全然違うんで、向こうってほらあの証言録取ってあるじゃないですか、弁護士事務所で証人に喋らせて録画してとか、はいはいはい、あれ日本だとやらないんですよ、はいはい、そんなことね、はいはい、で結構その証言録取がこう、いろいろこうその後のこう展開に大きなこうなんか影響を与えるような、そういう筋書きが多いので、そもそもそういうデュープロセス存在しない日本であれやん、通じないじゃん、通じない、そうなんですよ、結構厳しいなと。で、あと仕事歴とかもバンバンだし、あんまこれも日本の弁護士じゃないんですよね。だからちょっと日本のでもうちょっとリアリティ持たそうと思ったらもうちょっと違う感じなのかな、うんうん、違う作品を持ってくればいいの、いやと思うんですけどね、うん、だから安く手に入ったんじゃない、いや分かんないですよね。いや、そういうのもあるのよ。あいや本当はリメイクはねもっと、はい、あの一番難しいはずなんですけどね、はい、という、まあでも本当最初不見美に変えたような、ね、はい、女性でしたね、頑張ってほしい、パウエルさん頑張って、ね、はい。